これでよしと。ヤッホー！ぶっ飛ばしますよ、スミオくん。うわっは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 っ。お嬢さんたち、どこ行くの？女の子だけなんてそれはないでしょう。キャインキャイン、バーカ。あ、信号。怖い。君、今ぶつかったんじゃ。ほら、気をつけろ。今度だけは許してやるからな。バカもほどほどいい加減にしろよな。だって姉貴の書いた地図だもん。東京出てから9時間、わかるか？たかが150キロにだぞ。テニスウェア一つ見えない冬の軽井沢をうろ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 、完璧なアホや。嫌なら公平だけお帰りになる。東京帰って一人寂しくガード下に新聞紙のお家作る。ん？路地裏のポリバケツ漁る。こんな時に脅しかけやがって。かな？あー、バッチン！そいやー！僕の車でどこかへ行こうか。雨は上がったし、君も笑ってる。ちょっとしたことで二人は喧嘩したけど、 I feel so fine、 いつものことさ。パンとビールとオレンジを積んで、草のある場所で出て、ここがここでしょ。なんたって子供の頃に来ただけだからね。どうもイメージにズレがあるのよね。ちょいちょい、カウンターの可愛い原住民。原住民ちゃん、もうちょっとマシな声のかけ方知らんのか。土着民とか先住人類とか直立エンジンとか。うわあんな、ちょっとセクシーなお嬢さんとかよ。キャッ、うん、何似合ってんだよ。キャッ、怒ったところがまた可愛い。あんな、で、要件はこの辺に松沼って別荘ご存知？松沼？カオルんちじゃんか。キャー、知ってる。あんたらカオルの何なの？僕、カオルの弟のスミオちゃん。僕、スミオちゃんのお友達のコウヘイちゃん、よろしく。あ、そう。じゃ、セクシーなお嬢さん、松沼家までご案内を。え？さあさあ遠慮しないで、さあ。ああ、スミオくん、お勘定よろしくね。やあね、僕お金持ってないってば。え、なんで？退職金どうしたの？ほら、大陸横断のジープ買うべって僕のお金はたいて買ったじゃない。
公平の退職金はどうしたの？クインチ、ロールバー、自賠責と小銭も残さずとなると、マスター、つけといてくれ。この子を担保にして。いるか、こんなん。うちは現金制明朗会計。サービスタイム8時まで。セーラー服いる？ごまかさんで出すもん出して。優しい子って好きだな、とっても。くーく、なんでやねん。へっ、もろぐらいつけろよな。ったく、ここは軽いじゃんぜ。コーヒー代さえ持ってねえのに無理でしょうが。ああ、そこ曲がって。はよ。ねえ、君、お名前は？角田恵里。お年は？21だよ。キャステッキ21歳。童貞。私が男に見えんのか、てめえは。処女に決まって。わっ、処女だって、小平ちゃん。いやぁ、旬ですな。てめえだ。これよりはロスで5年は暮らせるな。キャ、同じこと考えてる、コウヘイちゃん。二人で美味しい生活作ろうね、コウヘイちゃん。うん、スイートホームカリフォルニアね、スミオくん。なんだなんだこいつらは。コウヘイちゃん、スミオ。あ、カオル、どこうろついてたのよ、7年ぶりだって言うのに。ん、エリ、どうしたの？どうしたもこうしたも、ラクカのコーヒー代は払わされるし、道案内はさせられるし、たまんねえよ、あんたら。どうしてあんたたちは後先考えずに行動しちゃうの？親父たちとは反りが合わないって家を出ちゃうし、大学入れば入ったでいい女がおらんってすぐ中退。せっかく勤めた広告会社もモデルこます暇がないって、何よそれ。挙句の果てにお金に困って7年もほっといた姉ちゃんを頼るなんて、勝手すぎると思わないの？あ、荷物。あ、僕も。へえ、カオルには弱いんだ。照れくさいだけでしょ。7年ぶりだもん。あの二人、カメラマンとイラストレーターなのよ。公平ってのがカメラマン？フリーダなんて突っ張ってるけど、二流のケツじゃ稼ぎもろくにないし、家賃なし、まかない2月って魂胆なのよ。ふーん。でもさ、公平って何なの？腹違いとか？当園の親戚なの。両親早くに亡くしちゃって、子供の頃からうちで預かってたんだ。ちっちゃい時は本当に可愛い子だったのよ、公平ちゃん。今は？ん？今は？今日、やけに化粧濃いもんね。いけない？別に。お茶もう一杯。そこのポットにお湯が入ってるわ。うわ、感じ悪い。何よ、あんたこそ。どうかしたか？振られた。原住民にか？あのサテンで会って1時間くらいか。今までの最高記録じゃないか。55分ってのがある。ああ、そう。姉貴、僕たちのロス行きのこと知ったらなんて言うかな。引き止めんに決まってんだろう。いくら仕事とはいえ、こんな僻地で5年も一人寂しく暮らしてたんだぜ。小平、姉貴と結婚すれば？あ？おっと、美しき初恋の人だったんでしょ、姉貴。バカ言え、カオルのやつ下手すとバージンだぜ。そんなんと一緒になってみろ。二人仲良くゲートボールだぜ。それも人生だよ。君ね、何が言いたいの？姉貴が待ち続けていたのは僕じゃなくて小平だってこと。僕じゃなくて公平なの。
私だってまだ若いもんね。そりゃちょっとお尻は垂れてるけど、昔からだもん。おっぱいならエリになんか負けないんだからね、とね、コウヘイちゃん。なあスミオ、俺たち、ん？あのバカどこへ？お、おサブ、飲みすぎたか？あ、あった、だ、だ、だ、にゃ、9.95、ご先祖猫かな。スミオの野郎。スミオくん、冷たいじゃないの。言ってくれれば一緒に入ってあげたのに。なあスミオ、さっきのことだけど、カオルにはロス行きのことをしばらく黙ってようぜ。今さら西海岸ってのもなんだけど、狭い日本にいるよりはなんかあるっつもんよ。夢のカリフォルニア、カリフォルニアガールズ、カリフォルニアの青い空、ホテルカリフォルニアってね。ま、銭ができるまでは動きようがねえし、当分カオルの世話になんなきゃなんねえってことさ。な、流れ流れて軽井沢か。でもカオルが昔と変わってねえのが救いだぜ。次俺入るかんな、早く出ろよ。風呂入ってたの。コウヘイちゃん、まずい、行かせない。行かせないんだから。私は日本好きよ。日本の軽井沢、コウヘイちゃんがいるから。あの7年も前からずっと。まずい、7年も。あのですね、カオル。コウヘイちゃん、まだなんだろうな、本当に。うん、公平にしては珍しく手を出さないのよね。本当不思議。でもな、でもななんだよ。おい、住みよ。でもね、考えてみればさ、あの二人同じ屋根の下に住んでるんでしょ。だから時間の問題じゃないのかなって。でもまだなんだろう。そりゃ、だけど。だけど何なんだよ。いや、大したことないよ。カオルがね、公平のパンツ洗ってや
やってるだけだから、うんうん、カオルさんが公平のパンツを、カオルさんが男のパンツを、クソ、カオルのやつ、うん、マスターお客さんみたいよ。カオルさんがパンツを、カオルの野郎、ダメみたい。おいでませ、ご注文は。わっ、かわゆい。パンプキンパイとシナモンティー。お名前は？木下久美子とシナモンティー。久美子ちゃん、ふーん。木下久美子とシナモンティーとパンプキンパイ。はいはい、マスター、パンプキンとシナモンティーだって。パンツパイとカオルティー。黒のパンティーか。色っぽいですね。どんな子がお履きになっているのやら。なんてことすんだ。めこそ、血の前で。カメラマンなの。ヌード専門だけどね。私ノンテンだ。ちょっと訳ありでこっちに住むことになって。お近づきになりたいね。浜市除くアントのヘッドでもか。うん、怖そう。ねえ、ディープって知ってる？日本暴走連合。群馬の族だろ。確か女って野郎がヘッドだった。群馬のガキか。ありゃでかいで。兵隊2200、傘下に3つのグループを抱えてる。ふーん。で、どこ行ったら会える？土曜の晩に峠まで出てりゃ会えるさ。回されんの覚悟ならな。でもなんで？訳ありって言ったろ。会わねえわけにはいかないんだ。もったいね。うん。今日空いてる？あさって慰めるって手もあるんじゃない？うん。ま、今度はもっとムーディーな出会い方しようや。ごちそうさん。うん。すみよ、待たせたな。お先にお帰りになって、公平。うん。あ、やい公平、パンツ履いてんのか？うん、ブルーの花のブラとセットなの。なんで？カオルが公平のパンツ洗ってるって焼いてんだよ、エリちゃん。ふーん、なんならお前パンツの中身洗うか。あんな、カオルさん。ん？ところでスミオくん、どこでこましたの？木下久美子ちゃん、かわいいでしょ。いや。ん？こっちがこうで、こっちがこう。まただ。はあ、哀れ。うん、50分か。あ、新記録じゃねえか。帰る。諦めが良すぎんじゃん。今日はここで飲むんだよ。カオルんとこなんか返さないんだから。そうだ、カオルさんとこなんか返さないんだからね。はいはい、飲んだ飲んだ。久美子、帰るぞ。あ、おや、おや。
公平、公平、公平ってば。もう10時だよ。今日はお仕事なんでしょ。あったまいて。二日酔いね。昨日夜中までエビたちと飲んでたんでしょう。もう。ああそうか、落下で飲んでたんだな確か。覚えてないの。店出るまでは。どうしたの。うん、わっ、ねえ、どっから取ってきたの。カオルは仕事行ったよ。今朝はやけに機嫌が良くてね、ダブルのオムレツでしょ、ハムステーキにフライドチキン、ツナサラダ、それにフレンチトースト、あ、それからお赤飯まで作っちゃって。ん、お赤飯。え、あ、まさか。ただいまー、カオちゃん。しっかりして、コウヘイちゃん。うん、カオちゃん。あ、ダメ。うん、カオユー、ダメ。やだ、こうへったらバカ。どうしてもあいつがいいのか。うん、お前の姉貴の手前狼に食わせるわけにはいかないんだよな。お前にだけは痛い思いはさせたくねえんだ。セックスって痛い。あ、でも痛かったな。クミコ、練習した通り言ってみろ。クミコはプラトニックな交際をしたいだろ。ほら言ってみな。クミコはプラスチックな考察したいなの。意味が通じとらんだろが。だってクミコはあの人をお嫁さんにするのだもの。いらっしゃい。あれ、コウヘイは。お仕事で川口君。チッ、ヌードか。今日はホットしかできないんだけど。なんで。従業員がちょっとショックな出来事に遭遇して。ついにカオルさんが。コウヘイのバカ。あの二人がこれだもん。クミコが聞いたらショック死だな。クミコ、コウヘイちゃんとプラスチックな考察したいだもの。ね、ね。今日はやけにシャッターが重いぜ。やべ。このくらいでいいだろう、コウヘイ。ああ、そうしてくれ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。なんとか週一本くらいお前に仕事回せそうだぜ。ありがて、頼りにしてるぜ、課長さん。おいな。大さん、お腹ペコペコ。ご飯おごるって約束でしょ。うん、もう4時半か。何食べたい。愛蔵さん食べたい。それいい、俺も食べたい。しけ込むなら事務所に顔出してからにしとけよ。お前たちのモデルクラブこの頃うるせえんだから。あら、大さん知らなかったの。うちのクラブの子が自殺したからなのよ。自殺。なんでも横浜のアントって暴走族に入っててさ、他の族に回されたんだって。ダイさんも前に一回仕事した木下って子。浜市の族、アントのヘッドデモか。木下久美子ちゃん。わけありって言ったろ。会わねえわけにはいかないんだ、あの野郎。って金持ちなんだ。ノンのお父さんもお母さんもカナダにいるの。ノンとクミコだけなのだ、住んでいるのは。あれ誰だい。クミコに似て美人でしょ。私の姉ちゃんだよ。へえ、クミコお姉ちゃんいるんだ。いたの。うん。
ープ二代目総長の恩田次郎さんだ。あんたは？アントヘッド、クオンジノリコ。おお、天の割りさんか。解散したって聞いたが。美和子が死んだ。木下か。らしいな。うちも新聞ぐらい取ってるんだね。自殺だろ、失恋かなんかで。ああ、ディープに回されて失恋よ。人聞きの悪いこと言うなよ。俺は木下をやれなんて言った覚えはねえぜ。あんたを潰せと言っただけか。俺こういう女苦手だ。任せるわ。承知。逃がすか。また会っちまった。やらず、よいしょ。出るんだ。そうしてくれると助かるな、次郎君。すんません、初代総長。明日まで待てなくてね。邪魔して悪いな。公平、帰ろう。そういうわけで次郎君、この女は相沢公平が連れて帰るぜ。ああ、それから女を回すなんてケチなことは俗のすることじゃねえと思うな、次郎君。お邪魔様。美和子って久美子の姉貴だろ。久美子に合わす面はねえな。あんたは私と美和子で作ったんだ。このダマだもん。嬉しいな。ん？この後ラブシーンだよね。しないの？バカ。なんだよ。したくないからケビを使ってるんじゃないの？うん。夕べだって疲れたとか言って七度五分か。カオルさん、僕は悲しいよ。したくないからケビをだなんて。絶対的相互感の信頼なくして何が愛だ。ねえ、風邪汗かくといいのよ。あ、ジョギングでもすっかな。もっと簡単なのが。縄跳びもいいな。あ、ヨガもいいかな。ん？え？おーい。性格変わったな、カオル。それで結局してきちゃったのか？まさか汗かくのがいいなんて言い出すとは思わなかったもん。
男ならじゃあ今日はダメだねって言うんだけどね。女の方が貪欲か。ほい。壊れた体温計グッドアイデアだと思ったのに。けどマジに一晩に一人にせんと体が持たん。私燃えるゴミの火がいい。カオルの方がよく燃えるよ。アンサー公平、カオルと私とどっちがいいんだ。絞り値はカオルの方が高いし、機能的には君の方が上だし。あんねえ。あ、噛まないで。早く済ませて帰らないと久美子必ず2時にトイレに起きんのよ。プレッシャーかけないでくれ。僕案外ナイーブなんだから。やべえ、こんな夜中に客かよ。カオルのやつ起きちゃってんだろうな。情けねえな、てめえの部屋に呼ばいかけるなんじゃ。距離 2.5 メートル。せーの、お女の客とはついてるね。夜中にどこに行ってたの？あ、いや、タバコ買いに行ったら途中でジープがおかしくなって。それよりこちらどなた？あ、ラクカのマスターの妹さん。マスターの妹さん。ミノワミルク、よろしく、のぞき屋さん。僕、コウヘちゃん、よろしくね。そんじゃ、あのポルシェ。うん。はあ、マスターとはえらい違い。ミルクちゃん、夏季研修でここの研究所に通うことになって、それでマスターのとこ狭いからうちに下宿することになったの。そんな話俺聞いとらんよ。コウヘちゃん今日は熱があったし、だから明日にでも話そうと思って。熱があって話はできなくてもあれはできるわけね。あ、本当は来週来る予定だったの。でも東京早く離れたくってね。こんなに遅く迷惑かけちゃって。そんなに東京嫌いなの？え？ミルクちゃんとやら仲良くしましょう。いろいろとね。ミルクちゃんに手出したら許さんからね。大丈夫よ、私手の早い男って好みじゃないから。もったいない。コウヘイちゃん、腰の具合どう？だいぶいいみたいよ。ねえ、腰使った方が治るの早いんじゃないの？あのね、君、それよか、さっきスミオのはしゃぎ声が聞こえてたけど。ミルクちゃんとドライブ行ったの、ルンルン飛び跳ねて。いいわね、若い人たちって楽しそうで。僕おじんでいいもん。あたい振られたんだよ、ものの見事に。あ、そう。新宿であたいの親父がやってるサテンの常連でさ、高崎で車の修理やってんだけど、暴走族のヘッド張ってんだあいつ。あたいの他にも女がいてさ、遊ばれてるの知らないで1年も付き合っちゃった。バカだろ。どうして僕にそんな話するの？なんとなく、スミオは害がなさそうだし。また記録作っちゃった。高崎で自動車修理やってて、族の頭っていうと次郎だろうな、そいつは。族の頭ってのはスケベじゃないとできないのね。うん、なんだそりゃ。公平も次郎も一人の女じゃ満足できないってこと。羨ましいだろ、スミオくん。しゃあない、修理出すか。おやっさん。あ、まだ生きながらやってたんだ、おやっさん。3年ぶりね。この野郎、族やめて仇になるなって一丁目のことこいて、どこで何やってやがった。いろいろと多忙な毎日でな。次郎は？え、裏にいるけんど、こう、後で一緒に酒飲まず。おやっさんもちっとも変わらんね。え、電話してもらえば、こっちから取りに行ったのに。いや、いろいろお話がしたくて、君と。木下のことなら
ちゃんとケリをつけときましたよ。あんがと。だけどあの女、ノリコって言いましたっけ。ちょっといい女だったな。ミノワミルクって知ってる？なぜか今うちの別荘に転がり込んでる。そうっすか。元気ですか、ミルク。もったいないね。捨てたんだって。捨てた？ちゃうの？ミルクが言ったんすか、俺が捨てたって。らしいよ、スミオがそう言ってた。そうっすか。ジープの台車何にします？ろくなのないけど。ポルシェっつうたら皮肉になっかな。そんなに気に入らねえんなら出てくぜ。あたい、あんたが新宿で花買ってんのちゃんと見たんだよ。花買うにもいちいちおめえに断らなきゃいけねえのか。女のとこ持ってったんだろ。虚しいね。違うっていうの？よう、ミルク。こんなとこで何やってんだ。兄貴んとこでバイトすることにしたんだ。おう、うるんでる。昼休みかの。ねえ、マスターの妹さんから聞いたんだけど、カオル実家に帰るんだって。たった今、荷物いっぱい持たされて駅までお供させられた。ねえ、コウヘイ、今夜うちに来ない。クミコ早く寝かすから。でしょ。まず一回。ん？何してんのマスター。カオルさんに頼まれてんの。留守の間お前がイチャつくたびにチェックして、10個以上ついたらお前はカオルさんにしばき倒される。キャッ。それじゃ9回はしてもいいのね。しかし限界というものが。ダメ、9個するのよ今夜。チェックチェックチェック。しかしなんでこんな女ったらしの男がモテんだろうね。短小軽薄の見本市だぜ。ドキ短小包茎。あたいこういうタイプすか。そういや、次郎も軽薄短小だったもんな。の、高崎まで行かない？ジープの修理終わったらしいんだ。じゃ、北川薬局行って今日は早引けしますって言ってくんね。ついでにゴムも買ってらっしゃい。精力剤もね。マスター、コーヒーつけといて。次郎のこと、なんで相沢さんが。お友達なのさ。不思議がってたぜ、お前を捨てた記憶はねって。ほんじゃ、行ってみるべ。くそ、くそ、公平の野郎。じゃあ、ミルクもディープのメンバーなの？あいつは次郎と付き合ってただけだろう。それより次郎と連れ合わすことになるけど。岩子のことが次郎のせいじゃないことぐらい分かってるって。でも憎いだろ。ダチが死んでんだよ。憎めよ、力いっぱい。俺のこともな。立場は次郎と同じだもんな。次郎は墓参りだよ。墓参り？誰の？よくは知らんが、あいつの不始末で人が死んだとかでな。16日が正月命日らしいで。16日？今年になってからかな。毎月花持って出かけてっけどな。へえ、律儀なもんだ。まあな、オラの息子だけあっていい男だで。頭の回線がショートしてんのか。けど次郎がおらんのじゃしゃあないな。すぐに帰ってくると。送り盆だで酒飲まず。酒飲むしか頭にねえのか。飲まず。のん、美和子が飛び込んだ海ってのは浜。でもあんなの嘘だよ。嘘に決まってる。大体があいつにそんなデリカシーがあるわけないのだ。俺の立場がなくなってしまう。なあ、木下さんよ。お互い突っ張って突っ張って、人の命なんざへとも思わねえってな面こいて生きてきてよ。いざ死人が出てみりゃこの様よ。
仮にも突っ張りの頭やってる俺がだぜ。うん、なんとなく主役の座が危うくなってきたような気、うん、今日は送り本だよな、木下。あんた回したやつら解放したよ。二度と女だけねえ体にしてな。今さらどうにもならんけどな。受け取れ。本日をもって解散する。解散。いい男じゃないか次郎ちゃんも。ま、俺には到底及ばないにしても。頭の回線がショートしてんのか。なかなか可愛いことを言うじゃないか君も。でしょ。相沢さん、俺夕飯いらないよ。のんに食わしてもらうから。うん、カオルさんに言いつけるよ。いい加減にしないと。お金、そんじゃ行きますか。バカよあんた。え、バカよあんたは。おいこりゃ気にすんな。脳みそはショートしてんだ。じゃあな。どうしてミルクに話さなかったの。話すかどうかは次郎が決めるさ。いちいち人ごとに構ってる暇はねえの。冷めてるのね。酔ってるよ。花火しないの。ドカーンと打ち上げるやつないの。情緒のないやつ。送り火か。ここは道路及び公共施設です。速やかに立ち退きなさい。集団暴走行為が集まったらやれ。いいか聞け。我が日本暴走連合ディープは本日このパレードをもって解散とする。解散はジャストゼロ時。行くぜ。初めてだね、二人で抱き合って眠るの。なんだ、眠らしてもらえるのか。休校した後にね。何個。6個。もういい加減にしちゃおうかな。ダメ。
おかしいのよね。もう一週間だもん。気配もまるでないのよね。僕はちゃんと否認した。ん？なんだって？僕はちゃんと否認した。ふん、そういう男だったんだ、公平って。そういう男だよ。君ね、ね、もしマジにできたらどうする？たじろいで逃げる。話にもならんな、こいつは。医者行ってみる。うん、もうちょっと様子見てね。やっぱいいよな、こんなに遅れるはずないもん、後編の野郎。ん？のん、クミコのうんち。せかすな。うんち出るの。うんち、うんち、クミコ、電話出ろ。うんち出る。はい。うんち出るの。それはどうも。はあか、おのれは。うんち出るんだもん。失礼しました。あ、後編か。うん、まだ。うん、わかった。ん？ため息つく前にドア閉めんか。計算は間違ってないぜ。でもそれ以外は生だもん。 100% 確実な否認とは言えないでしょ。元看護婦さんが失敗するなよ。今は薬屋の店員さんだもん。とにかく医者行っといで。できてたらどうすんの。私、おろすなんて絶対嫌だからね。ソウハってどうするか知ってる？パーティーって乱行？実の弟がこれだもん。相沢さんが覚えてるわけないね。スミオも手伝ってね。麗しきお姉さまの26回目のお誕生日なんだから。26の誕生パーティー、プッ、おばん。公平ちゃん、早く帰ってこないかな。産んでみるか。え？おろすの嫌ならそうするしかないだろうな。だって、でも。まさか、私と。いつだったか、スミオのアホが言ってた。それも人生だと。頼むわ。だってさ、今日20日だよ。8日も遅れるんだもん。え、20日？よかったな。どうした？カオルの誕生日だ、今日。帰んなくちゃ。できてた方がよかったみたい。うん。いやー、ごめんごめん、ジープの調子がどうも。コウヘイちゃん、お誕生日おめでとう。覚えててくれたのね。当たり前だろ、君の誕生日を忘れるわけがない。ん？おー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 。総長、まあ、一杯開けて。あんまし飲ませないでね、次郎君。昨日も二日酔いだったのよ、コウヘイちゃん。でせえ、今夜飲むんだい。さ、次郎も飲め。はコウヘイ、あたいも。バロー、あたしも飲むぞ。バロー飲むぞ、今夜は飲むぞ。どうしたん、カオル。ちょっと酔ったみたい。カオル悪いよ。平気、平気。カオル、まさかそんな。カオルのやつ、やっぱそうかな。悪酔いするほど飲んでなかったもんな。エリちゃん、カオルちゃんがどうかなさいましたの？クミコ、お前妊娠って知ってる？セックスしたらなるやつだものな。なんとまあ。カオルちゃんが妊娠されましたの？じゃあカオルちゃんとノンは仲間なのだな。なんで？だってノンも生理がなくて妊娠なのだって。あ、何？
けどさ、もしもできてたら公平本当に結婚してくれた？ねえ、そうもない。その場の単なる言い逃れ。でも意外だったな。絶対おろせって言われると思ってた。生理的にどうもな。病院とか手術とか血の匂いが漂うの。ダメなんだ僕。だから？何が？久美子やエリに手出さないの。あいつら少女だもんね。出血するとは限らんがね。私出血なかった。いくつの時？19の秋、看護婦になって初めて受け持った患者さんの退院パーティーに呼ばれてさ。それでね、私が悪酔いしたのを解放してくれて。それで？バカ、やだな。もう何話してんねん。私は初めてはその子だけど、女にしたのはお前だぞ。危うく母にまでしてしまうとこだった。今夜帰んなきゃダメ？ん？エリが久美子と遊んでてくれるからね。ダメ？ダメ、帰らないと。明日の朝には。津軽？ま、仕事だからしゃあないけどさ。生理的な欲求の処理については対策を講じてくれ。なくて結構ですから。はい、おはよう。うん、じゃあ事務所に6時頃までに。ほんじゃ。おはよう。ただいまでしょ。昨夜どこに行ってたか正直にお話しする気ある？今日3時に出かけるよ。ちょっと道の国お仕事。あのね、小平ちゃん。はい。なんだよ。ううん、コーヒー入れるね。あれ、カオル仕事は？ん、ちょっと小室に用事があってお休みもらったの。用事って？病院行ってるんだ。ジダも出たんか？風邪ひいたみたい。うん。アメリカ？苦いのちょうだい。一人か？うん、エリちゃんはお店のお手伝いなのだよ。ちょっと夜遊びが過ぎんじゃないのか。あんましカオルさんを泣かせないでくれよ。おお、今日はやけに心が広いじゃん、マスター。大人をからかわんでくれ。何するの？いや、クミコを連れに来ただけだからね。それがクミコダメなのだもん。ダメってなんで？カオルちゃん家行くの。一匹分けてもらうんだもんな。一匹ってまた猫かよ。赤さん。赤さん？うん、だってカオルちゃん妊娠してるのだって昨日エリちゃん言ってらしたもの。コウヘイちゃん、セーターも入れといたけど。アンガトさん。それで、あのね、コウヘイちゃん、車に気をつけて飲みすぎないよう、チャラチャラ女のケツを追っかけずに元気に行ってまいります。じゃあな。あの、うん、行ってらっしゃい。はいよ。気をつけてね。分かってますって。コウヘイちゃん。はい。あのね、あの、駅まで用事あるから。そんでね、クミコ、カオルちゃんが赤さん産んだら一匹もらうのだもの。クミコね、男の子がいいな。そんでマイケル君ってお名前にするのだものな。そんじゃ、行ってくるわ。コウヘイちゃん！ん？あのね、あの、私…大事にな。帰ったら、大宮行こう。え？お前の親父に会いに。じゃあな、行ってくれ。繰り返す出会いの中で、不思議だね、こうして。ここで待って、笑顔作るな。そのままでいい。自然にしてろ。両手を上げて腕を組む。硬い、もっと滑らかに。大さん、やっぱり変だわよ、相沢さん。ゆかりもそう思うか？だってこっち来てずっとあの調子で仕事してんのよ。私、カメラが相沢さんだって聞いたから花札とサイコロ持ってきたのさ。あ
あんたな。何よ、ダイさんだってジャンパイ持ってきたくせに。人のバッグの中覗くのは君の悪い癖だ。はい、そのまま。コーヒーか、の一番手間のかかるもん送れ。そういう時は体動かしてた方が気が楽なんだぜ。目の下にクマ作ってからに。ほっといて。カオルのこと思っちゃって眠れないんだろう。俺はお前みたいに飲んで眠っちまうってことはできねえんだ。鎮痛剤いるかい？いい男だね、あんたも。だろ？こっち向くな。なあダイ、あんた今の生活に満足しとる？ん？ある日突然うちの中に女房と子供が湧いてきてさ。ああいうもんは湧いてくるわけじゃないんだが。で、楽しい？ん？どうしたんお前？ガキできちまった俺。ガキ？親父になるんだと、この俺が。おめでとうさん。そういうの幸せって言うんだろ、世の中じゃ。ついにお前もガキが生まれてめでたく逮捕か。そして地獄の終身刑。やっぱ逃亡者がいいかな。逃亡者だって捕まって初めてホッとするもんさ。諦めな、公平。どうしても終身刑にしたいのね。プロポーズ？カオルの妊娠がわかるほんのちょっと前にね。なんでまた？私の生理が遅れてさ、降ろしたくないって突っ張ったのね。あいつの困った顔見たくてさ。それで？産んでみるかって。後でその場の言い逃れだなんて言ってたけど、本気だったよあいつ。逃げりゃいいのにさ。アホだよ公平は。しかし、もしお前が本当に妊娠してたら、あいつどうしたんだろう。ん？お前とカオルさんと。大島さん、大さんが宴会やろうっていつも見たく。ん？あら、どうかしたの相沢さん。俺ね、初体持つんだ。まあ、公平なことだから。お前とカオルさん、二人と結婚したんじゃないのか。重婚罪だぜ。あいつにはそんなもん通用せんよ。エリー、どこ行くの？ラックか。カオルはお医者の帰り？知ってるわよ。何ヶ月なの？3ヶ月。幸せなんだよね、カオルは。エリー、私あなたには悪いと思ってるけど。私のことはいいんだよ、別に。別にって？いや。ノンのこと？え？ノンがあの人と時々会ってるの知ってるけど。ノンがさ、カオルと同じだったらどうする？私と同じって、結局はカオルの勝ちらしいけど、今からそれを確かめてくるつもり。分かったら電話するから。カオル、カオル！ねえ相沢さん、カオルさんってさ、どんな人？ま、穴があってケツが垂れてて普通の女だよ。綺麗？可愛い？ね、どっち？綺麗じゃねえな。可愛いって年でもねえし。早く言やひたすらおばさん。26って言ったっけ？そもそも会社辞めたのがケチのつき始めだな。まさかハラムとは思わなんだ。どうかなんとか言っちゃって。本当は嬉しいくせにな。ダイが言ってた、逮捕されてホッとするって。何それ。夜が明けて日が昇ってさ、その同じ日が沈む頃にはあいつの尺で一杯やってんだろうね。俺しっかり夫婦気取りでさ。はい。ああ、のんか。どうしたこんなところまで。ん？
わかった。公平。公平じゃなくて、ごめん。マスター、私。赤ちゃんは。まだ起きちゃダメ。赤ちゃんは。私の赤ちゃんは。あ、もうすぐ公平が帰るから。ねえ、赤ちゃんは。起きちゃダメなんだ。公平がもうすぐ帰るから。本当にいいのか、公平。ああ。大さん、私もやっぱし残る。残るって。だって相沢さん一人残せないもんね。お願い。しゃあない。事務所には俺の方から連絡しとくからよ。なるべく早く帰らせるよ、こいつ。うん、分かってる。じゃあな、公平、早く帰れよ。バイ。うちで小町師匠も頑張ってんだろ。ああ。わあ、相沢さん見て、船が出る。ねえ、マスター、ノンは？ん？ノンの…あ、間違い。ノンは妊娠なんてしちゃいない。ちょっとした間違いだ。そう、間違いなの。うん。安心したら、もう一度ゆっくり眠りな。今度目を覚ましたときには、公平の顔で迎えてやるから。もう…ねえ、相沢さん、つまんないよ。つまんないよな。疲れた。ご苦労さん。今お姉さん誰が見てるの？マスター。お姉さんと二人っきりで大丈夫かよ、兄貴。大丈夫さ、ミルクが思うほど卑屈な男じゃないって。痛ましいもんだな、同類同士のいたわりというもんは。ほっといてくんない？スミオもコーヒー飲むだろ。うん、薄くっていい。ねえ、相沢さんどうすると思う？どうするって。だってさ、相沢さん子供ができたから結婚するって言ったんだろ。昨日の元気はどうしたの？人間の細胞って毎日毎日新しくなってるんだって。ん？うん、何それ？昨日の俺はもういないってこと。じゃあ今夜またいいことすると別の味わいがあるわけ？試してみる。そんな調子。どう、カオルは？ああ、大丈夫。医者が明日にも退院できるって。それで公平は？青森でみんなと別れたらしいんだけど。連絡なしか。あの野郎、世話焼かせやがって。起きてまた公平がいないんじゃ、ガオルさん。私ね、もうすぐモデルやめんの。なんで？よくわかんないんだけどさ、ケイが来年結婚すんの。お前と同居してるやつだっけ？そりゃ友達やモデル仲間はいるし、集まればワイワイ楽しいよね。でもな、よくわかんないけど、なんか違うんだよね。相沢さんみたくタフでスケベで無神経じゃないもんな、私。あんね。私も田舎でお見合いして結婚しちゃおうかな、相沢さんみたく。ん？公平と一緒のモデルがどうかしたのか？事務所の話じゃ近いうちにモデル辞めて国に帰るんだと。北海道なんだよね。それが？総長がみんなと別れたの青森だぜ。連絡船で数時間ってこと。北海道へ。わからん。ただ。ただ？そのモデルは総長にとって救いの神になるかも。ここでのいろんなごたごた、俺が総長なら迷わず北海道で牛と暮らすね。
それにもし総長が帰ってきてもそりゃ薫のとこか。それでも帰ってきてほしいよな。やっぱし。あれ、ゆかり。おい、何してんだこんなとこで。あれ函館行くんだよ。3時間50分かかってな。私あれに乗る。え、連絡船乗んの。あのね、あれじゃ函館行っちまうぜ。函館行く。ん、お家帰る。お家、そっか、北海道か。函館の一つ先のね、五稜郭で降りるの。帰りたいか。相沢さんは？は？軽井沢のお家帰らないの？うん。どうして帰らないの？流れちゃった。ん？何？流れちゃったガキ。じゃあ昨日の電話。浩平ちゃんまだ帰ってこないのね。うん、まだ起きてたのか。おる、本当に気まぐれなんだから。帰ってくるわよ。明日にもケロッとしてね。うん、もう寝なよ。明日早いんだから。ねえの、何？いいだ。でも相沢さん、だったらこんなとこでのんびりしてていいの？早く帰ってあげなきゃ。薫さんが待ってるよ。だろうね。だろうねって相沢さん、そんなの、そんなの相沢さんらしくない。そんな人ならさ、相沢さんがそんな人なら、私相沢さんに抱かれたこと後悔しちゃう。私のこと抱いてくれる相沢さんは、私の好きな相沢さんはタフでスケベでチャランポランでさ、軽薄でアホでふてぶてしくって、ウルトラセブンがとにかく好きで、ウルトラマンもウルトラQも大好きだったよな。シルバー仮面も好きだな。よし、よし、合格！帰ってくるわよね。帰ってくるよね。総長から連絡は？全く。退院おめでとう！ねえ次郎、どうしたらいいの？薫ちゃんにおめでたいというのだな。もしこのまま浩平が帰ってこなかったら。かわいい！よかったね。もしこのまま浩平が。どうしようもないさ、どうしようも。本当？本当も本当よ薫。何エリ、私ごめんなさい。やだ、まだ気にしてるの？らしくないわよエリー。でもいいな、あたいもシリアスやりたいわ。もうせっかくいいところだったのにね、エリー。あ、うん。浩平を信じるっきゃないか。それっきゃない。はい、お待たせ。あとはマスターに作ってもらって。任せなさい。カオルさんはジュースのロックね。はい、お願いね。ただいま。まだてっきり入院してると思ってさ、花買っちゃったよ、墓参り用の。おかえり。いや、本当はさ、もっと早く帰ろうと思ってたんだけど。
ホタテのバター焼き定食がうまくって、つい。ごめん。優しさだけ